どうもこんにちは。ここは山陽本線姫路駅です。今から京都まで行こうと思いますが、通常なら京都線新快速で行けばなんてことはありません。今回はまだ乗ったことはない赤字路線の加古川線、福知山線、福知山から山陰本線にて京都まで行こうと思います。さて何時間かかるでしょうか。それでは18切符で改札に入ります。通常は姫路から京都までだと神戸大阪を通り新快速へ行きます。今回は加古川から赤字ローカル線の加古川線、途中福知山線に乗り換えて福知山から山陰本線で京都まで行きます。新快速が遅れていたため6時55分発の普通で加古川まで行きます。姫路を発車しました。車内はガラガラです。加古川を渡ってます。もうすぐ加古川に到着します。すぐ下車するのですが、新快速が遅れてる影響か、この駅でかなり乗ってきそうです。電車が止まってます。万端線と同じ103系を改造した電車です。万端線もそうですが、無人駅が多いため加古川線の乗り換えのための改札があります。これはすごいです。車両は万端線と同じかと思ってましたが、ここの103系は貫通扉があります。 JR 西日本らしいですね。新快速を待つためにしばらく停車するので、車両をじっくり取りたいと思います。トラブル対策でしょうか、パンタグラフが2つ搭載されてます。新快速が発車したのでもうすぐ発車します。15分発の予定が5分ほど遅れて発車です。音が国鉄ですね。
車しました。車庫があるためか薬人までは本数が多いです。ここ川を渡ります。神戸電鉄北条鉄道は乗り換えです。北条鉄道のホームは左側となります。八代町です。列車交換となります。この駅で一気にガラガラとなってしまいました。ここまで来るとガラガラです。ここから方面へ乗ってくる人は結構多そうです。西脇市8時8分に到着です。ここで乗り換えとなります。西脇市からは1両の125系電車です。小浜線も彼と同じ125系でしたね。定員も少ないですが、やはりあまり乗ってないようです。8時19分発谷川行きです。谷川で福知山線に接続します。5人くらいしか乗ってません。ここもやっぱり保線の費用が欲しいのか旅行区間があります。次は日本海側公園です。日本海側公園
本の中心、ど真ん中にあるからだそうです。してきてます。8時50分谷川到着です。姫路から2時間程度経過してます。加古川線のホームは寂しいホームです。反対側の福知山線のホームへ行きます。ここまでのルートを確認してみます。加古川から西脇市で乗り換え、福知山線との接続駅谷川までやってきました。なかなか渋くて駅員がいるのでちょっと観察してみます。まもなく2番乗り場に8時55分発普通ワンマン福知山行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。Open the door.
福知山9時29分着で、姫路から約2時間30分ほど経過しました。もろい113系に期待しましたが、223系でした。しばらく時間があるので外へ出て散歩します。駅前の C11 です。もっともっとあった電車台を使ってるようです。福知山駅です。山陰本線、福知山線、南極線が乗り入れてます。それではルートの確認をします。谷川から福知山線でやってきました。福知山から本線で園部で乗り換えて京都へ行きます。また113系でなく223系です。53分発車です。冷やしで特急列車通過待ちです。特急橋立と舞鶴が通過します。到着です。約3時間経過しました。快速電車京都駅に乗り換えです。11時17分発京都駅です。
京都までだった新快速で1時間45分程度で到着します。倍以上の時間がかかりましたが、新たな発見があり面白かったです。京都に到着したので京都駅ビル10階ラーメン小道に行きます。札幌ラーメン虎鉄を選択。まずは札幌ビールで一杯。ここのお店の標準的な熟成味噌を選択。これは大正解でした。もともと味噌は好きなんですけど、濃厚な味噌の感じがとっても美味しかったです。それではこの辺りで失礼します。ご視聴ありがとうございました。嬉しかったよ。